はい、皆さんこんばんは。中学2年生の国語、文法ちょっとやってみたいと思います。なかなかね、群馬県の公立の問題は文法が出るのが少ないんだよね。すんごい少ないんだけど、まあ私立の学徳試験、もうね、あと10ヶ月後、もう10ヶ月切ってるかな。で、1月の5日には来年のね、話が来年の話なんて早くて申し訳ないんだけれど、来年の1月の5日から私立の学徳の試験が始まる。その私立には必ず出てくるものであるので、しっかりチェックをしておこうと思います。ただし、高校入試のね、国語の文法はそんな難しくないので、要点さえ押さえてしまえば大丈夫ね。まずは今日は動詞の活用と活用形、これ2回目なんだけれどチェックをしてみたいと思います。まず活用ね、活用の種類ってことになるんだけれど、書くという動詞は何活用ですかっていう問題が出る。これには必ずないという言葉を連結させます。ね。書くない。おかしいね、おかしいね、おかしいね。書くないはおかしいから、ないをつけると、ここが書かないとなりますよね。このかのあ、残ります。あだんなんだね。そして、ないの直前があだんであると、これは五段活用が決定されます。こいつを五段活用と言ってやってください。書かないは五段活用です。アダンは五段活用。それでは起きるはどうでしょう。起きるにないをつけると起きないとなりますよね。ここがきい異段になりました。ですので異段は紙一段活用という種類に分けます。紙一段活用です。ではこの下の食べない、あ、言っちゃった言っちゃった、食べるにないをつけると食べないになりますよね。食べない、でなので絵段になりました。これ絵段になったら下一段活用と言います。はい、ここでもう一回確認しておきましょう。あ段であったら五段活用、い段だったら紙一段活用、絵段だったら下一段活用、覚えたね。そして来る、この動詞は特殊で、来るときたら家業変革活用と覚えてください。家業変革活用です。そしてその下にするがあります。このするは単独のするでも、勉強するね、そして運動する、何かがついても全部するは作業変革活用。覚えましょう。さあ出てきました、出てきました、これ覚えましたね。では今度は活用形について、四角2番に入りたいと思います。この活用形についてはですね、ちょっとね、簡単にまとめちゃいました。ここです、ちょっと見てください。未然、伝用、終始、連帯、仮定、命令という活用形があります。未然形に関しては、ないとかうがつく場合がとっても多いので、ないうと覚えようじゃないですか。そして連用形はますとたとて、当然ね、下が用言、用言に接続したら連用形なんだけれど、マスターて覚えておいてみてください。マスターてです。終止形は丸で、普通の丸で終わった時が終止形。連帯形は下に体言、
名詞が来たとき、名詞に接続するとき、連体形なんだけど、とき、こと、のに接続する場合が非常に問題として多いので、覚えちゃおう。仮定形は、もし何々ならば、これは簡単だよね。命令形は、なんとかしろっていうことですので、丸ではあるけど、言い方が、びっくりマーク形。エクスクラメーション形ね。エクスクラメーションマーク形よ。ね。なんとかしろとかっていうことですよ。勉強しろえ、運動しろとこういうような形でございます。では、問題見てみましょう。走れば間に合う。走れば間に合う。ば、来てますね。ですので、仮定形です。人混みを避けて歩く。人混みを避けて歩く。て、あお来ちゃったてーね。連用形。来るときは電話してね。来るときは電話してね。とき、来ちゃったー。連体形。服をしまえ、服をしまえ命令口調だよね、なので命令形。寄り道はせず帰れ。寄り道はせず帰れ。せずは実はしないでっていう意味だよね。ないが来てるんだと思うといいですよね。ですのでない。未然形。わお、できちゃいました。ぜひね、このね、ないうマスタテときことのばはわかりますので、ないうマスタテときことのぜひ皆さん覚えてみてください。では